かっこよくしたい。ただシンプルにかっこよくしたい。悔しいことにこう風純プロとかサトシくんの動画が人気で、まあ彼らにちょっと負けてしまってるんですよ。動画の人気というか、まあ、そういう順位的なもの。それはちょっとあの気分が悪いんで、負けてるっていうのは。最近ずっとフォローさとしくんみたいにこういう感じでかっこよくしたいなって思ってたんですけど、ちょっと一つ気づいたことがありまして、テイクバックも先直さなかったんで、根本的にやっぱテイクバック大事だなって。まあ、大げさにすると傾向がある。これちょっとダサいな。気になる方よければ見てください。結構ボロクソに書かれたりしてる。大抵やな。いえいえ大抵やな、そんな書いてるやつ。いえいえ、ありがとうございます。まあ、ここは割と綺麗かな、昔に比べると。どこは綺麗？僕の、まあ、ファンの方でしたらご存知だと思うんですけど、一時これぐらい上がってました。上げて、一時流行ったパッシブ入れてやってました。引き分かれだ。はい。ショルダーターンしろ。まあ、じっくり見てみてください。動きをスローなのにして。頑張りましょう。まあ本当に僕でも全然スイング意識してたらミスショットは出るんで、皆さんそこでめげないでください。
うやって課題がある方が練習は絶対楽しいと思う。そうそう、そうなんだ。はい、何もなかったな。そうですね、ただ練習せんでいいもんね。はいただいい球打ってるだけやったら、ね、うまくはならない。筋トレしとんか。まだ良かったんじゃないですか。なるほど。